コスモアイル白衣は、石川県白衣市にある宇宙科学博物館である。コスモアイルの名称には、江戸時代に外国人との交流の先進地であった出島に、なぞらえて、宇宙の出島という意味を込めて付けられている1996年7月、UFO で町おこしをテーマに開館。宇宙展示室とコスモシアターという観光施設の他に、白衣市立図書館と、 公共ホールが併設されている。大ホールは900人収容で、ベーゼンドルファーというコンサートピアノを備えている。建設の際に、国からの補助金も含め、約52億円の予算が出たが、そのほとんどを併設の図書館や大ホールの建設に使用したため、NASA などから宇宙船を貸し出すことで、開業にこぎつけた。2007年4月からは指定管理者制度が導入され、 入館料が半額以下に改定。現在は公募により選ばれた民間会社が運営を行っている。2008年8月に指定管理者によりプラネタリウムの危機更新を行った。NASA 特別協力施設で UFO プロデューサーのヤオイジュニチが名誉館長を務めており、ヤオイの監修で UFO 検定を実施した。マスコットキャラクターは宇宙人サンダー君で、 宇宙船の修復のために同館でアルバイトをしている宇宙人という設定である。ありがとうございます。